今回は曲げ応力論について解説します。図のような針にですね、力を加えて、曲げてみます。そうするとこの青い部分はですね、四角い形をしてたんですけども、力を加えて曲げることによって、扇形に変形します。で、そのこの曲げる針にですね、どのような力が生じているかというのを推察してみます。こちらが拡大した図になるんですけども、針の上の方ですね、上の方は縮んで下側はですね伸びています。で、針の中央部分、こちらは伸びも縮みもしないようなところがあります。上側ですね、縮んだということで圧縮する力が発生しています。で、この圧縮する力は、上の方ですね、上の方に行けば行くほど、中立軸から上の方へ行けば行くほど大きくなります。で、中立軸ですね、ここの部分は、中央の部分は伸縮しないということで、力は発生しない部分ですねになります。で、下側ですね、下側は伸びていますということで、引っ張る力が発生しているということで、中立軸から下に行けば行くほど、この引っ張る力は大きくなるということです。このように、部材断面にはですね、この圧縮する力や引っ張る力が分布していると考えられます。この分布する力をですね、曲げ応力度と呼んでいます。曲げ応力度はこのような式でですね、表すことができます。曲げ応力度は曲げモーメントを断面係数で割ったものになります。では例題に行きます。図のようなですね、断面の針に 4.8kNm の曲げモーメントが中立軸 X 軸周りにですね、発生作業した場合ですね、中立軸から 80mm の時にの曲げモーメントを求めなさいという例題です。まず単位を揃えたいと思います。単位をですね、こちら曲げモーメントがですね、キロニュートンメートルになってますので、長さミリメートル問題ですね、なってます。で、曲げモーメントの単位もニュートンパーミリ平方ミリメートルですので、まずこの単位を合わせていきます。そうすると 4.8kNm はですね、480万ニュートンミリメートルに単位を合わせます。次に断面係数ですね、を求めていきます。断面係数は6分の B×H2乗になりますので、80万ミリ平方ミリメートルになります。ただこの断面係数では、曲げ応力度ですね、この公式に当てはめて求めたときに、この最大の部分の位置の曲げ応力度が出てくるということになります。で、求めたいのは X 軸から中立軸から 80mm いったところになりますので、単純にこれを公式に当てはめただけでは答えは出てきません。要するに、その中立軸からの距離が分かるようなんですね、公式に変えていく必要があります。ですので、この Z をですね、断面係数を、断面係数はですね、断面二次モーメントから中立軸までの距離を割ったもので断面係数求められますので、こちらのこういう式に変えていきます。で、これをさらに、この y をですね、y 分の i をですね、このように、i 分の m かける y に、変えて、で、これらを求めていきます。で、まず、断面二次モーメントはですね、12分の b かける h3 乗になりますので、これらを、この寸法ですね、入れていったときに、このように、8800
8000万4乗ミリメートルになります。そして Y が80ミリに、メートルになりますので、曲げ応力ではですね、これら式を、当てはめていくと、まあ、このようにですね 4.8、ニュートンパー平方ミリメートルというのが答えになります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、コメントいただけると励みになります。では次の動画でお会いしましょう。